こいつが雷鎚の巨像の潜む雷鳴の遺構だ。迂闊に近寄るなよ、強烈な結界の餌食に。結界ってなんだ？見ての通り、雷による電撃さ。強烈な放電で何でも黒焦げになっちまう。なんだ、雷か。おい、何してるんだ、ルフィ。なんだと？俺の体はゴムだからな、雷は効かねえんだ。結界は消えちまったみてえだな。ああ、先に進もうぜ。変わった構造ね。どういう遺跡なのかしら。調べて分かったのは、雷について研究をしていた場所ってことくらいだ。気象現象の研究なんてウェザリアみたい。ウェザリアを知ってるのか。ええ、行ったことがあるの。ウェザリアに興味が？ははは、探検家として興味ないわけがなかろう。逃げるつもりか？逃げ切る前に倒すとするか。きっちり肩をつけるとするか。竜巻！任せろ！ゴムゴムの！任せな。俺が待ってろ。おら、存分にやらせてもらうわ。トレインタフルール。こ、でき。この力があれば。海の強い。このスコハ。変わった装置があるな。すごい、この装置雷雲を発生させてるわね。クリマタクトとは違う仕組みのようだけど。そこから雷が床を伝って走ってる。しかしよ、ここで雷を研究してたってことは、浜で降ってきた凍った雷も何か関係あんのか。そうね、無関係ではなさそうね。じゃあサニー号が飛ばされた時に見たあの空のでっかい目も関係あんのかな。あれは多分蜃気楼だと思うわ。ただそうだとしても、得体の知れない何かが映ってたことには違いないけどね。こえー。結局この光は何なんだ。あら、威勢が良さそうね。来いよ、切られる覚悟。竜巻！邪魔だ！
ムゴムのピストル。なるほど、これを切り替えて雷を扉までつなげれば扉が開くのか。今の力を試すにはうってつけだな。ゴムゴムのガトリング。来いよ、切られる。竜巻。やるな。トレインタフルール。よっしゃ。マリコ。この装置、扉と向かうじゃなさそうだ。俺に任せろ。この先、行き止まりだったりしねえよな。よし。俺に任せろ。転がり落ちるとこだったぞ。おい、進んでいいんだよな。ああ、下に電気が通ってるやな。あら、威勢が良さそうね。相手にとって不足なし。竜巻。お前たちの相手は俺だ。バースコート。終わった。この力、俺の。お、さっきの装置、今度は2つあるみたいだな。いっちゃやってやるか。なんだ、逃げようってのか。逃げ切る前に倒しておきましょうか。俺がやる。ロビンちゃんは蹴りがつく瞬間を見ててくれ。相手にとって不足なし。
に。さあ、喧嘩だ。今行く。ムートンシャット。ゴムゴムのバズーカ。いいわ、任せて。トレインタフルールプリッ。逃がさねえ。マリモ近くもかい。この先もしっかり確認するわよ。何かいいもんがあるかもな。これは石板ね。何が書かれてるかわかるのか、ロビン。もっといろいろ調べてみないと。これだけじゃわからないわ。暴れるぞ。ゴムゴムのバズーカ。覚悟しろ。竜巻。やるじゃねえか。トレインタフルールプリップ。待って。俺ん？奥でなんか光ってんな。光る壁を消さねえと、イカズチの巨像にはたどり着けねえらしいな。この電気を止めるスイッチはないのかしら。床に通電させる装置があったくらいだし、電気を止めるスイッチもあるはずだけど。よし、じゃあ近くの部屋から探していこう。あったぞ、装置だ。便利な体だな。
指一本触れさせぬ。ゴムゴムのガトリング。刃こぼれすら己の鬼。いい？あ、いいちょっ。レディーには指一本触れさせぬ。女を守らねえで何が男だ。おお、サンジ、頑張れよ。やるぞ。ゴムゴムのガトリング。刀の髪にしてやる。ロビンちゃん、これがムートンショット。力が今の悪気を見果て。俺に任せろ。この穴どこまで続いてんだ。装置のとこまで行けたらいいな。ずいぶん長い穴だな。よし、ちょっと急ぐか。とーりゃー。よし。おお、おお、ようやく出れたぞ。おい、見ろ、ツタだ。かなり上から伸びてきてるみたいね。よっ、はっ、ふっ、ふっ、あ、スイッチのやつだ。よし、下も見てみようぜ。こいつがイカズチの巨像かよ。古い紋章がついているわね。炎の巨像と同じものだ。そうか、じゃあこいつを黙らせりゃいいんだな。あの巨像、雷を操るみたいね。雷なら効かねえ。よし、じゃあ後のことはルフィに任せた。ウソップ、あんたも戦うの。強えな。ゴムゴムのバズーカ。待ってろ。バー
スコート。鬼。雷なら効く。あん。よっしゃ。死ゆ。海の少し。俺が少し。大丈夫か、長花君よ。すまねえ。アディオ、おめすげえな。そういえば言い忘れてたな。俺はコテコテの身の能力者。この手で掴めるものなら何でも受け止めたり動かすことができる。見ての通り、雷でさえ掴めりゃこんなものだ。もっとも生きてるものは掴めねえよな。それに洞窟の入り口の雷撃のように無数に落とされると対処できねえ。腕は2本しかねえからな。だが俺の視界に飛来する攻撃ならことごとく防いでみせるぜ。そう、俺が一緒の時は攻撃に全力を注いで構わない。全員俺が守ってやるさ。助かったぜアディオ。お前には俺も一目置いてたんだよ。ああ、体を張って仲間を助けるのを確かに見た。うさんくせえ野郎だと疑っちまってた。悪かったな。ははは、気にするなよ。リムが迷惑をかけた詫びの代わりさ。ん？なんだ？こいつは。どうしたアディオ。いや、珍しいものを拾ってな。俺が間違っていなければ、ワフルドを冒険するのに極めて重要な代物だ。少し調べてみようと思う。何か分かったら、すぐに教えてやるよ。そうか、分かった。あの光は何だ。わかりません。でもあの光が灯ってから一帯の潮の流れも激しくなっています。あるいは嵐の予兆ではないでしょうか。あいつ何を企んでやる。一体目の巨像が倒れたか。想定外の事態だな。どうする。万が一あれが目覚めたら厄介なことになるな。だがまだ蓋が開いたわけではない。